山頂まで行く間にですね、見られるあの鳥とか、まあ、花とか、そういったものを、まあ、ゆっくり楽しみながら行きたいと思いますので、これ、ルビウスだと、東北って言ってたの。本来あの北海道にあった植物ではないんです、うん、だから花びらの多いのを 見つけたら山の中で見つけたらそれは野生のイチゴです。このマタタリの花はちょっとものすごくいい香り。今巻いてるのはね、キジゴリっていう普通の畑のような声で巻くんですよ。出ないところにあの、反対の足もブラブラします。